どうも皆さんこんばんは。いかがやかさんの亮です。本日はまあもう一応サムネイルにも設定してあるんだけど、今日はねドライブレコーダーの、紹介をしていきます。でもうね、まあ、この動画の、視聴者さん、まあ、この僕のね、カレーフカスモチャンネル登録してくれてる方の中には、ドライブレコーダー搭載の車、それからすでにね、もうドライブレコーダー社外品を搭載しているという方が多いと思います。まあ、ただね、まだドライブレコーダー使ってないですという方も実際いると思いますので、今回紹介するのは、はい、こちらじゃん、バンブー R2 ドライブレコーダー、こちら Amazon にて、現在セール中ということで、セール価格12,990円、通常配送は、無料となっております。はい、ちなみに、中身のご紹介です。はい、中身、はい、内容物はこのようになっております。3メートルのケーブルとデュアル USB ポート付きの車載充電器、バンテル R2 ドライブレコーダー、本体ですね。それから USB データケーブルということで、まあ USB の方からね、データの方を転送したり、多分ねこの USB の配線使っても、充電はできると思います。それから、感謝カード、四種言語の、取扱い説明書、まあ中国語だったり英語だったり日本語だったり、ボックスということです。はい、でね、こちらのドライブレコーダー本体の、サイズなんですが、ものすごく、はい、小さいです。iPhone6 とね、比べてみると、はい、このような感じです。じゃん、はい、まあ二回りぐらい小さいかな。で、ドライブレコーダーの画面が、はい、こんな感じです。ちょっと iPhone と比べると分かりづらいかもしれないけど、まあ半分ぐらいのサイズかな。画面は非常に小さい、非常にコンパクトなモデルとなっております。それではまずね、こちら、取り付けていきましょう。ちょっとね逆光で申し訳ないんですが、取り付けが完了いたしました。で今回はね、天張り天井ですね、から、ピラーを通して、ダッシュボードの下を通して、シガソケのところに、持ってきてるということです。それではね早速電源を入れてみましょう。で電源の入れがとても簡単です。本体の方に、はい、本体こちらね、に配線を
取り付けます。でその後こちらシガーソケットグッと差し込めば、はい、これで電源が入ります。まあ、ちょっとね非常に見づらくて申し訳ないんですが、そうで差し込んだ瞬間にすでにねちょっと見づらいかもしれないですけど、ここ赤くなってるの分かりますでしょうか。もう現段階で取り付けた段階で録画が開始されています。で止めるときはねこの右上に OK ボタンがあります。で、こちらの OK ボタン、こちらを押すとよいしょ、はい、録画、停止されます。ここですね、はい、いきます。もう一度押すとよいしょ、はい、録画が開始されます。で、右下ね、ものすごく小さいですがよいしょよいしょ、はい、ここに、何年何月何時何分と、表示されています。先ほどちょっとね説明するのを忘れてしまったんですが、こちらのドラレコ、最初届いた段階では、2014年の設定になっています。ですので、録画をしたとしても、2014年の日付が、この右下に出てしまうので、まずはいこちらの M メニューですね。で、こちらタッチパネルではないので、上下で選んでください、はい、こちらですね、歯車マークです。でこちらの OK、はい、で次、タイムセットアップよいしょ、はい、で、はい、こちらですね2014年1月31日4時18分、なわけがない、ということで、こちら一つ一つ、行っていきます、はい、2016年、あ、ちょっとごめんなさいね、画面が揺れてしまう。2016年の、本日9月の25日、ただいまの時刻は、15時ですね、はい、15時ぴったりということで、あ、1分になったな、はい、ということで、はい、よいしょ、はい、これにてセットアップは終了です。あとここで日本語って確かできたと思うな、はい、これで、あ、出た出た、で車両番号設定とかね、オートパワーオフ、ピープオン、光源の周波数、テレビモード、フォーマット設定、初期設定、その他にもありますのでね、一度ご覧になってみてください。はい、でこれにてね、取り付けの方は、終了となります。で一応このね操作、全て説明しているとものすごく長くなってしまうので、走りながら、説明していきます。それでは、試し走行、してきましたので、こちらをご覧ください。はい、それでは早速行ってみましょう。バントゥルーオンダッシュ R2 というモデルです。現在ねドラレコの音声はオフとなっております。アンブレラ A7 の CPU 付き、適度なパフォーマンスと高い安定性を提供し、OV4689 から CMOS センサーを搭載、 2K の高画質のビデオキャプチャを、可能にしましたということです。で超広角170度超広角視野大口径 F2.0 光学 6G 多層ガラスレンズというものが入っておりまして、太陽光の反射が抑えられるということですね。撮影時まあ、結構天気は良かったんですが、確かに、くっきりと映像が流れていると思います。でビデオの解消度解像度、こちらが、6パターンから、選べます。で初期設定最初の段階ですね、初期設定値は2304の1296
30fps というものです。で、まあ、今回ね僕が撮影したのは、1920の1080の30fps、まあ、6パターン選べるということでね、まあ、画面の方にもテロップ出していきます。で、同時に、ね、32GB の SD カードが、ついてくるんですが、まあ、こちらもねちょっと画面に出しておきますが、この画素数、解像度で撮ると約4時間32分可能だということです。でこの後ねまた改めて音声ありのドラレコの映像を流しますので、ぜひご覧になってみてください。まあ、詳しくはまた概要欄の方に書いておきます。はい、それではここからマイク音声オンにしました。結構ねマイクの感度もいいと思います。まあ現状じゃない、今そんなに声、大きく話してるわけではないんですが、多分車の音、まあロードノイズから、僕の声、全てきっちり、拾えていると思います。まあ多少動画の編集の方で音量を上げてるっていうのもあるんですけど、まあ、静かなところで聞いてもらえば通常通り聞こえると思います。こちらが編集なしの通常の声です。まあちょっと音ちっちゃいけど、ちゃんと聞こえるぐらいな、声が入ってる。では通常に戻す。はい、ということで、こちらがね、マイク音声オン。の動画でございます。これなんで今止めたんだ。というわけでいかがだったでしょうか。バントゥル R2 ドライブレコーダーの紹介でございました。まあ本当はね、朝と駐車モードと、夜間走行で前編後編に分けようかなと思ってたんですが、まあちょっと編集したらいい感じの時間になったので、まあいいかなと思って一本にしました。でまあ、今ねドライブレコーダー本当比較的安価で手に入りますので、まあ、この商品だけじゃなく、まあ、ちょっと、気になるなという方は、ぜひチェックしてみてください。でちなみに、はい、こちらの、バントゥル R2 ドライブレコーダー、オンダッシュ R2 という、モデルです。こちら、気になるという方概要欄の方にリンク貼っておきます。ぜひぜひチェックしてみてください。まあ僕の中ではおすすめの、ドライブレコーダーの一つです。まあもともとね、32GB のメモリーカードもついてくれますので、そのまま届き次第すぐに、配線を通して、使えるという、比較的、簡単に取り付けられる、ドライブレコーダーだと思います。まあ実際 32GB のメモリーカード買うってなって結構いい値段するからね。まあそれもセットでついてくるとなると、まあいいんじゃないでしょうか。ね、画質も結構いいですので、取り付けがわからないという、女性なんかでも、簡単に取り付けられるものだと思います。はい、ということでここまで、10分ちょっとの、長い動画でしたが、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回ね、動画撮影いたします。また次回もこのチャンネルでお会いしましょう。それでは See you next time. Bye bye.